タチアナ・チェルノワは、ロシアの陸上競技選手、専門は7種競技、北京オリンピック女子7種競技銅メダリスト、クラスのダール出身。2007年に6768点を記録し、ジュニア世界新記録に相当したが、強風のため追い風参考記録となり、公認されなかった。2008年オーストリア・ゲツイスで開催されたハイボミーティングにおいて6618点の、 自己記録をマーク。同年8月北京オリンピック7種競技では6591点をマーク。ウクライナのリドミラブロンスカが失格となったため、繰り上がり3位となり、銅メダルを獲得した。2010年3月ドーハで開催された世界室内陸上競技選手権5種競技では、ジェシカ・エニス、ナタリア・ドブルインスカに次ぐ3位に入った。 2011年8月から9月テグで開催された世界陸上競技選手権7種競技で金メダルを獲得した。その後、ドーピングが何度も発覚し2011年のテグ世界陸上から2年間にわたる記録はすべて抹消されたほか、2017年には北京五輪の記録も取り消されており、結果として2度のオリンピックで獲得した銅メダル、並びに、 テグ世界陸上での金メダルはすべて剥奪されている。ありがとうございます。